こんにちは、久保田木蓮です。無事初日を迎えることができました。馴染みのお客様も、多くいらっしゃって、今回展覧会場がいつもの福屋八丁堀本店ではなくて福屋八丁堀駅前店なんですけれども、結構馴染み、広島駅前店かなんですけど、結構馴染みのお客様にお会いできて嬉しいです。はい。じゃあちょっとざっと作品見ていただいて、こういう感じで、今年も自分で育てているお花を中心に日本画の技法で描いております。来年が寅年で、私年男になるんですけども、こういう感じでですね、読売新聞さんにも取り上げていただいた作品です。今回最後までちょっと加筆してた桜の絵、こちらですね。桜吹雪のイメージで、私が埼玉で教えてる教室の近所に桜の名所があるんですけれども、その桜の幹を撫でながら、そのイメージで部屋に戻って描きました。桜吹雪ですね。広島今雪吹雪、何ですか、雪の吹雪ですね。今朝も雪が積もってました、初日に。はい。あと、まあ春を迎えるにあたって、まあ自分では気に入っているスイートピーですね。これなんかお客様から、ここから蛇が出てきたみたいって言われました。魔法のなんかそういう昔漫画があったんですけど、それじゃなくてスイートピーです。黒のスイートピーってないんですが、まあ、絵にするとなかなかモダンな感じでいいかなと思って描いてみました。あと一つぐらい、ちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、どうしようかな。じゃあ木蓮ですね。私の名前が久保田木蓮で、それで木蓮の花が好きなんですけれども、なんで好きかっていうと、季節としては3月ぐらいですかね、桜が咲く前に咲くんですけど、正月休みで、ね、ゆっくりして、まだ正月ボケが治らないのが2月ぐらいまで続くんですけど、3月になって木蓮が咲くと、そろそろ頑張るかと、空に向かってパカって咲いてるのを見るとやる気が出るので、それで木蓮が好きで、久保田木蓮っていう風になりました。はい。会期は1月の5日でしたっけね、1月4日ですね、1月4日までが会期なんですが、一応全日程在労する予定になっております。ちょっと急遽決まったんですけれども、お正月を広島で迎えることができることになりました。ちょっと初詣が楽しみです。初日は以上です。ありがとうございます。